皆さんこんにちは、リコです。各自治体は住民税非課税に対して3万円給付金を支給しています。ただし給付金の申請方法や申請期限は自治体によって様々なんです。そこで今回は8個の自治体における3万円給付金の最新情報と申請期限を解説いたします。また3万円給付金の対象者についても合わせて紹介いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは参りましょう。住民税非課税世帯への3万円給付とは、物価上昇対策として対象世帯へ3万円を支給する制度のこと。支給要件は自治体によって多少異なりますが、例えば東京都大田区における3万円給付金の支給対象者は以下の通りとなっています。1つ目、令和5年度住民税非課税世帯。2023年6月1日時点で大田区に住民登録があり、同一世帯に属する全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯。2つ目、家計急変世帯。住民税非課税世帯以外で予期せず2023年1月から申請日までの家計が急変し、同一世帯に属する者全員の収入が住民税非課税世帯相当である世帯です。自治体によって異なってくるんですが、対象世帯には住民税非課税世帯に加えて、家計が急変して住民税非課税世帯相当である世帯も含まれる場合があります。それでは各自治体における3万円給付金の最新情報と申請期限を見ていきましょう。東京都渋谷区、支給対象と思われる世帯へ6月30日より順次確認書を発送しています。必要事項などを記入して返送が必要です。家計急変世帯は自分で申請が必要なので、渋谷区緊急支援給付金コールセンターに連絡してくださいとのこと。10月2日までに申請書の提出が必要とのことです。東京都新宿区、6月23日以降に支給案内を送付。支給案内が届いた人は返送不要です。確認書は6月30日より順次発送。確認書が届いた人は返送が必要です。返送期限は9月29日までとなっています。東京都千代田区、2023年1月1日時点で千代田区に住民登録がある支給対象世帯は7月31日以降に確認書を順次発送予定です。10月31日までに確認書に必要事項を記載して返送が必要となっています。確認書は届かないが申請対象の世帯は申請書を記入して区役所3階千代田区価格高騰特別支援給付金支給担当窓口へ提出が必要とのことです。東京都豊島区、7月3日より支給対象と思われる世帯へ確認書を送付。必要事項は記入して返信が必要です。2023年1月2日以降に豊島区へ転入した人がいる世帯へは7月中旬に申請書を送付予定です。なお家計急変世帯は申請が必要となっています。7月24日より申請受付開始予定で、申請期限は10月31日必着とのことです。東京都江戸川区、給付金の支給対象となり得る世帯へ6月上旬以降に確認書を順次発送しています。2023年1月2日以降に江戸川区内へ転入した人がいる世帯は、確認書または申請書を6月下旬以降に発送。なお書類は返送が必要です。書類が届いていないが申請できる世帯は、江戸川区物価高騰緊急支援給付金コールセンターに連絡してくださいとのこと。申請期限は11月30日、期限有効となっています。神奈川県横浜市、支給対象世帯へ7月18日以降、支給のお知らせか確認書を発送。支給のお知らせが届いた人は申請手続き不要で、確認書が届いた人は必要事項を記載して返送が必要です。書類は届かないが、支給対象世帯の人は申請書を市のホームページなどから入手して提出してくださいとのこと。申請期限は10月18日必着となっています。埼玉県埼玉市、住民税非課税世帯へ7月7日以降お知らせを順次発送。必要事項を入力して返送。家計急変世帯は申請書を市のホームページなどから入手して市役所へ提出してくださいとのこと。申請期限は9月30日、期限有効で、窓口での受付は9月29日までとなっています。千葉県千葉市、
住民税非課税世帯には6月23日以降支給案内か確認書を送付。確認書は返送が必要で支給対象であるが書類が届かない世帯は自ら申請が必要です。市のホームページなどから申請書等をダウンロードして千葉市価格高騰重点支援給付金事務センターへ提出してくださいとのこと。申請期限は9月30日消印有効となっています。以上の通り支給スケジュールや支給手続きは自治体によってかなり異なってくるんです。特に家計急変世帯などは3万円給付金を自分で申請しないと受け取ることはできません。自分が住んでいる自治体のホームページなどで最新情報や申請方法を確認してみてください。また自分の世帯が支給対象世帯となるかわからない人は市役所やコールセンターへ問い合わせてみましょう。こちらのチャンネルでは日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。わかりやすく聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さんいつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連さまざまな分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。